プロ野球、セリーグの有力選手でコンオフに戦力外通告、引退が予想される選手をまとめました。引退表明選手、横山隆士、広島、カープ一筋、500試合当番の鉄腕も今季限り、地味な投手だったが原始投けする投手だった、鈴木、吉弘、中日、長きに渡りブルペンを支えたベテラン腕。 特に2011年の55試合登板で、防御率1.08は驚異的数字、強かった中日を陰で支えた存在だった、小林、正人、中日、左殺しのワンポイントとして、長らくチームに貢献、全盛期のスライダーは、分かっていても打てないキレがあった、ニセ、コ中日、28歳でプロ入りも、いきなり新人王と最優秀球円を獲得。 甲府町の波は激しかったが、ソフトバンク、中日と、息の長い渋い活躍をした。